U20TV の皆さん、どうも、俺のワイフにならないか、U20 でございます。ということでね、一体ね、この英語じゃない、このローマ字のワイフっていうのがね、どんな意味なのか、俺はもう全く分かんないよねっていう話なんだけどね。これをね、デザインしたやつ、マジでね、どういうことかちょっと説明してくれよっていう話だよね。まぁ今回ね、この U20TV を通してね、まぁてめえたちにね、訴えかけたいのが、もう一体ね、俺は次の iPhone 12ね、どのモデルを買ったらいいのかっていうことだよね。まぁね、先日ね、ちょうど Apple のね、まぁ新製品発表会がね、まぁオンラインで行われて、それをね、俺は完全にね、もうリアルタイムで見てたよねっていう話なんだけど、まぁそこでね、ちょうど新しい iPhone 12がね、大々的にね、まぁ発表されたよねっていう話なんだけど、まぁただね、今回のラインナップとしては、新しくね、iPhone SE よりもちっちゃい iPhone 12 mini っていうやつが加わっちゃったよねっていう話だから、まぁ結構ね、その俺の中では今使ってる、まあ、この U20TV を撮ってる機種でもあるんだけど、ファーウェイのね P30 Pro っていうねモデルが今使ってるスマホなんだけど、それが結構まあ俺的に大きいよねっていう話だから、ちょうどそのちっちゃいスマホがね、まあ、欲しいなと漠然とちょっと考えてたからね、 iPhone 12 mini にもね、まあ、惹かれるよねっていう話なんだけど、今回はねその iPhone に関してね、この俺自身とってもね、ちょっとどれがベストなのかっていうのとね、この U20TV を見てるてめたちの中にもね、まあその iPhone 12を、まあ、購入しようっていうやつはいるかと思うんだけど、一体ね、てめえたちにとってもどの iPhone 12がベストなのかっていうのをね、まあ、今回は一緒に考えていこうと思います。ちなみにね、この U20 は次ね、もう確実に iPhone 12にまあ変えるよねっていう話なんだけど、まあ、ただね、今回 iPhone に変えるのは実に3年半ぶりだよねっていう話だよね。まあ今まではね、ファーウェイの P10 の時からね、まあずっとそのファーウェイのその P シリーズをね、毎年買い替えて使ってたよねっていう話なんだけど、ただね、ファーウェイのスマホに関しては、トランプがね、その去年からやってるね、政策で、まあそのファーウェイをね、完全に排除するということでね、今ね、俺が使ってるこの P30 っていうスマホはね、まあギリギリその Google のサービスだったりとかが、まあ使える機種ではあるんだけど、ただね、これ以降に出た機種に関しては、もう一切 Google のサービスが使えないと、いうことでね。まあ、例えばその Google のアプリね、例えばその YouTube もそうだし、Google マップとかね、そういうアプリも一切使えなくなっちゃったよねっていう話だから、今後ね、そのファーウェイのスマホを使うっていう選択肢は、俺の中ではもう一切持てないよねっていう話だからね。さすがにね、こうやって YouTuber をやってるにもかかわらずね、その Google のアプリが使えないっていうのは、もう完全にもう死活問題だよねっていう話だし、まあ、そもそもね、例えばその Google マップを使わなかったとしてもね、例えばいろんなアプリの中にその Google マップが組み込まれてるとかってやっぱりあるわけじゃん。そういうのを考えた時に、その Google のアプリ一切使えないね、そのファーウェイの携帯はね、もう今後使うっていう選択肢には一切なんないよねっていう話だし、あとはね、例えばその他の中国メーカーのね、まあ、スマホとかに関しても、まあ、今後ね、例えばそのトランプがまた大統領選で、まあ、再選するとしたら、いつ他の中国メーカーのスマホがね、また突然使えなくされるかっていうのは本当にもう誰もわかんないよねっていう話だから。だからね、今後ね、その中国製のスマホをね、Android のスマホを買うこと自体が完全にリスクでしかないよねっていう話だし、だからね、今後ね、その例えば Android のその携帯を買うっていう選択肢がね、もうそもそも俺の中で一切持てないよねっていう話だし、あとはね、iPhone 11からね、本当に iPhone のね、まあそのカメラに関しては、まあ特にね、その動画の撮影に特化した形のね、まあカメラになってきてるよねっていう話だから、だからね、俺もね、その YouTube を、まあその再開したことによって、当然ね、その写真よりももちろんその動画を撮る機会の方が、まあ圧倒的に多くなってるわけじゃん。だからね、やっぱりその Android のカメラっていうのは、まあ、必然的にね、なんでかわかんないんだけど、その写真を撮るのにかなり特化しすぎるがあまりに、あんまりね、その動画性能っていうのは結構おろそかになってる部分があるんだよね。だからね、今回はやっぱりね、その動画重視っていうことで、それに力を入れてる iPhone をね、もう買う以外ないよねっていう話だし、まあそもそも俺 MacBook 使ってるわけじゃん。
うん。なのにね、例えばそのアンドロイドだと撮った動画データとかをわざわざ一回クラウドにアップロードして、そこからね、またそのクラウドに MacBook でアクセスして、それでダウンロードしなきゃいけないっていうね、もうわけのわかんないこの二度手間三度手間の工程を経てね、データをね、まあダウンロードしてたよねっていう話なんだけど、ただね、これが iPhone だったら、まあその AirDrop で一発で転送できるわけじゃん、データをね。うん、だからね、そういうのも含めて、もうね、今後の選択肢は iPhone 以外ないじゃんっていう話だからね。まあ、久しぶりにね、そのすべてのデバイスをね、もう Apple に統一しようかなっていうのはね、まあ、この俺の中で考えてるよねっていう話だよね。まあ、それでね、もう本当に iPhone 12 が、まあ、発表されてから、日本のね、まあ、Apple のホームページにも、ちょうどね、iPhone 12 だったりとかの情報がね、もう今完全に載ってるわけじゃん。うん、だからね、iPhone のね、まあ、各機能を、まあ、比較するね、まあ、ページがあるんだけど、もうそこでね、一生ね、各 iPhone 12のね、スペックの比較っていうのをね、もう俺は発表当日ね、もう3時間ぐらいめちゃくちゃね、MacBook の画面とにらめっこしてやってたよねっていう話だよね。うん。まあ、それでね、俺の中で、多少ね、ちょっと結論がついたのが、YouTuber をやってるわけだから、動画とかカメラをね、まあ、重視するべきかなっていうのはやっぱ考えるよね。うん、例えば画面がちっちゃいのはね、ものすごくね、まあ日本人にとってはすごくやっぱりそのフリック入力するわけじゃん。だからね、まあちっちゃい画面っていうのはすごくね、魅力的ではあるんだけど、ただね、iPhone 12 mini と iPhone 12に関しては、ドルビービジョンっていうね、まあそのビデオをね、映画風に綺麗に撮ったりとか、まあそういう動画を加工できたりする新機能がね、入ってるわけなんだけど、そのね、ドルビービジョンの対応のね、最大のフレームレートが、まあ 30fps しかね、無印の、まあ、iPhone 12 と12 mini は対応してないと。いうことでね。まあ、やっぱりね、外で Vlog を撮るときとかはね、60fps のね、ぬるぬるに動く動画を撮りたいじゃんっていう話だからね。うん。やっぱりね、その急激にこうカメラを動かしたときに、まあ、どうしても鮮明に映らないよねっていう話だからね。それを考えるとね、やっぱりその YouTuber 的にはまあ、プロかプロマックス、まあ、この2択になってくるのかなっていう話だよね。ただね、その今回新機能に関してね、ガチでちょっと Apple にね、一言申したいのが、なんでね、プロマックスにしかセンサーシフト式のね、手ブレ補正をつけてないのかっていう話だよね。っていうのもね、この U20 はね、まあ、基本的に結構ミニマリスト寄りな考え方だから、例えばね、その外で Vlog を撮るときとかにも、まあ、なるべくね、その余計なものっていうのを持ち歩きたくないんだよね。うん、だからね、例えば DJI から出てるその Osmo ポケットみたいな感じのね、スマホにつけるジンバルとかもね、極力持ちたくないよねっていう話だから、まあこういうね、センサーシフトみたいなその強い手ブレ補正がついてるモデルはね、まあもちろんその欲しくなるのが当たり前だよねっていう話なんだけど、ただね、なんで今回は普通のプロの方にはこのセンサーシフト式の手ブレ補正はついてなくて、代わりにね、そのデュアル手ブレ補正っていうよくわかんない手ブレ補正しかついてないのかっていう話だよね。うん、てかこういうところはね、やっぱりそのプロマックスってもうめちゃくちゃでかいわけじゃん。うん、なんならね、今のそのファーウェイ P30 Pro でもね、まあ結構でかくて、まあ手が疲れる時がね、まあたまにあるよねっていう話なんだけど、その P30 Pro よりもね、まさかの5ミリもね、その横幅が大きいよねっていう話だし、まあ重量にしてもね、P30 Pro よりもさらに 30g ぐらい重いんだよね。うん、だからね、はっきり言ってプロマックスに関してはちょっともうデカすぎだろうっていう話だからね、なるべくプロのサイズでね、まあ収まるならそれにほんと越したことはないよねっていう話だからね、まあその微妙に P30 Pro よりもちょっとちっちゃいぐらいのサイズだから、まあちょうどいいのかなっていう感じではあったんだけど、ただね、その手ブレ補正だったりとか、まあそのね、今後撮るその動画のクオリティのこと考えたら、もう完全にプロマックスしか選択肢ねえじゃんっていう話だからね、だからね、もうそこはね、まあ普段使いの実用性をね、まあ若干犠牲にしてでも、やっぱりね、その動画性能をね、撮るしかないのかなっていうのはね、本当に、ちょっと今回の Apple をね、もう完全に恨むしかないよねっていう話だよね。まあそうは言ってもね、今回は去年のね、その11の時と違って、プロとね、プロマックスの値段差がまさかの1万円しかないんだよね。うん、だからね、たった1万円の値段差だったら、それで画面もでかくなって、で、さらにね、シフトセンサーの手ブレ補正もついちゃうと。うん、これが1万円差だったら、はっきり言って俺めちゃくちゃ安いと思うんだよね。
うん、っていうか、これがね、例えば2万円だったり3万円差がね、まあつくとかだったら、まあさすがにちょっと妥協してね、サイズもね、まあちっちゃい方がいいよねっていう話だから、まあそれだったら普通のプロ買うわっていう話なんだけど、ただね、今回その手ブレ補正がやっぱりあまりにもでかいし、そんなに値段差ないんだったらね、やっぱりそのプロマックスをね、YouTuber 的には買うしかないのかなっていうのがね、本当に今考えているところではあるよね。まあただね、どれぐらいでかいかだったりとか、その実際の使い勝手っていうのはね、実機を触ってみないと実際わかんないもんじゃん。だからね、俺はね、この予約段階でその買うっていうことはね、今回はせずに、実機を触ってみて、例えばね、その手ブレ補正もね、実際その12 Pro と Pro Max でね、まあどれぐらい違うのかっていうのもね、実際に確かめてみて、まあその上でね、利便性との兼ね合いでね、まあ最終的に決めたいよねっていう話だよね。まあそんな感じでね、まあ今回はね、その iPhone 12に関してね、珍しくないちょっとガジェットネタを披露しちゃったよねっていう話なんだけどね。ただね、この U20 結構実はガジェットオタクだよねっていう話だからね、まあ実際いつも言ってるんだけど、見た目はね渋谷なんだけど、まあ心は秋葉だからね、てめえたち勘違いすんなよっていう話だよね。うん、ただね、ここマレーシアはね、やっぱりそのアメリカ企業から冷遇されてるし、もうほぼほぼ無視されてるマーケットだよねっていう話だから、例えばね、その日本みたいに、その発売日だったりとか、その予約開始日とかね、そういうの一切決まってねえからっていう話だよね。うん。だし、なんでかわかんないけど、日本よりもね、販売価格もっと高えからっていう話だよね。うん、だからね、それを踏まえた上でもね、マレーシアっていうのはアップルとかアメリカ目線から見たらね、まあかなりマイナーな国であることは間違いないよねっていう話だからね、まあそこの冷遇っぷりはちょっとね、マジで勘弁してほしいよねっていう話だよね。だから実際ね、ちょっといつ12がね、まあ手に入るのかもちょっとわかんないよねっていう感じなんだけど、まあそんな感じでね、また今後もね、まあこういうたまにはね、ガジェット系のネタだったりとか、とにかくね、この U20 はね、話すトピックの守備範囲が広すぎるよねっていう話だからね。だからね、まあ、今後はね、めちゃくちゃ広い知識を生かした天才20っていうのもね、まあ、今後この U20 を通してね、まあ、てめえたちにね、披露していければと思いますんで、またぜひチェックしてもらえたらと思います。それではね、また NEXT U20 でお会いしましょう。See you!